カワポンです。カワポンです。上記体格の共通テスト利用方式のポーターになります。3強化方式の数値で、カワイ塾の11月現在の数値になります。ポーターが 85% 以上の高めのところを赤枠、70% 台のところを青枠にしています。赤枠を見ていくと、文学部では比較科のみが該当しています。法学部が、法律学科が一番高めとなります。総合人間科学部では、心理学科と社会学科が高めになります。外国語学部では、英語学科が一番高いです。経済学部では、経営学科の方が高めになります。総合グローバル学部も 85% でした。理工学部では、すべて 86% 以上となり、高めのポーターとなります。青枠は4箇所存在しています。参考にしてください。ありがとうございました。